ブありがとうございました。私もねめっちゃ楽しかっためっちゃ楽しかったし、もうね全員楽しかった。てかもうそれが一番だよね。今日の一番素晴らしかったことはみんなが楽しかったことです。声治った、ごめんね、ちょっと心配させちゃったよね、二部の始め心配させちゃいましたよね。そうなんかね、全然ね、ステージ始まる二部のステージが始まる前までは全然喉元気だったんですよ。ガラガラともなってなかったんだけど、二部の奇跡という名のストーリーとか歌ってるあたりぐらいかな、自分で歌いながら、あれ自分が声出す歌ってる歌声違うと思ってなんか歌ってて気づかなかったんです、自分で。今歌声を、自分が聞こえてくる歌声が、待って私今喉やっとるわと思って、かすれとる、枯れとると思って、やばいと思いながら、そのコンコンコンみたいなのをその喉をね、うんうんってちょ時々うんってやりながらだったんですけど、 MC で喋り出した時に自分が思ってた以上に喉が枯れたカスカスの声が MC で出ちゃったから、あーと思って、そう、もう体はねもうめちゃめちゃ元気なんですけど、そうみんなに心配かけちゃうと思って、でもいっぱいお水飲んで、とにかく声出してたら治りました今はいい感じの喉です。でも無理せずに、明日はお休みだから、もうゆっくり休ませます、喉も体も。よかった、ありがとうね本当に。もうさ、そうだよね、配信見返さないと何見たかもう忘れちゃう。もうさ、私もさ、何からさ振り返ればいいんだろうっていう感覚なんですけど、もうとにかくもうさ、ずっと言ってたでしょ、セトリやばいよって、めっちゃ覚えてるんだって、もうで、しかも全曲フルでいろんな曲するよって、頑張ってるんだよって言ってたの、これですこれでした本当にこれでした、これだったんです。もうやばかったでしょ。でも本当にね、結構みんなで本当にだから頑張りました、練習を。2ヶ月、7月の頭から練習始めて、6時間レッスンがベースで、まあ、9時間やったり10時間やったりって言っていっぱいいっぱい練習してきたんですけど、そう、みんなでね、そう、何よりそう嬉しかったのは、14人今 2.5 と3期14人いて、14人みんなで今日という日を迎えれたことですね。本当に欠けることなく今日という日を、練習めっちゃ頑張ったからこそ、本当にだからみんなに見に来てもらいたかったの。めっちゃもう後悔させないよって来てねって言ってたけど、うん、セトリもね、スタッフさんがいいセトリを、大変だけどもうものすごいいいセトリを作ってくださって、いっぱい覚えなきゃいけないし大変だけど頑張ろうって、これやりきれたら絶対いいものできるよって言って、みんなでもういろんな人に見てもらおうって言って頑張ってて、だからね本当に今日みんなに見せれてよかったし、嬉しいですね、ありがとうそう、ダンスインターもこれも見どころなんですよ。一部と二部でね、一部はサンキちゃんがダンスインターをして、サンキちゃんだけで夢逃げをして始まるのと、二部は 2.5 期がダンスインターして 2.5 期だけで君と僕の歌をして始まるっていう、ここの始まり方私大好きなんですよね。ゆきちゃん、くまちゃんありがとう。
あ、ヘゲメガネさん、タマーありがとう。え、かわいい。夏祭りクマちゃんタマー、ありがとう。ヘゲメガネさん、ありがとうね。来てくれて今日。ありがとう。今のところ長期海外前に外務大臣パフォーマンスメールの最後のやつ。え、嬉しい。ありがとう、本当に。頑張ってね、海外行くの。元気に帰ってきてね。ヘゲメガネさん。いやー、何から話そうかって感じなんですけどね。何から振り返ろうってところなんですけど、いや、もう私は何よりね、このいや、みんなもねめっちゃ感じたと思うけど、今回の今回のね25日に向けてのレッスンでのサンキちゃんの成長度合いがやばいですいや本当に素敵なこと、いいこと。一緒に練習してて、もう成長度合いが本当にこれまでと桁違いで、え、待って、お兄ちゃんありがとう、ありがとう。タワーなんだ、花火、クマちゃん花火タワー、ありがとう、ありがとうね。今日一部二部もどっちも来てくれてありがとな。見つけたよ。ちょっと待っててね、俺。ちょっと待ってて。え、そう、3期すごい。そう、なんかだけ、私も、ダンスインター?3 期のダンスインターがそもそも見たかったんですよ。3期ちゃんでダンスインターやってほしいって思ってて。んで、まあ今回一部が3期ちゃんダンスインターあったんですけど、いや、もうね、私ね、あのね、初めて、サンキちゃんをレッスン場で初めてサンキちゃんのダンスインターと夢逃げの下りを通しで見た時に、袖出てないからさ、こうこの踊ってる横とか端っことかでこう見るんですよ、レッスン場とかって。もうね、涙出ちゃった本当にあれ、レッスンの時に涙出ちゃったの。ダンスインターからの夢逃げが、もう本当にね母目線なのかな、母なのかな、なんていう、どういう感情なんだろうね。でもさっきちゃんが入ってすぐ一緒にね合流というか、去年の瀬戸内ツアーから一緒にやってきて、なんかさっきちゃんたちがとね頑張ってるのもなんかこう身近で感じてるし、だからこそ私も負けずに頑張ろうみたいな感じでずっとやってきたからさ、なんかね、わ、いいなって思ったしいいなと思ったし、生き生きとソロでダンス踊ってる姿とかね、なんかもういろんなものが込み上げてきて、その後必然性から 2.5 キロ入ったんですけど、必然性入る直前にこうってやって必然性踊りました、その時はうーん、確かもかなずめ、え、本当に、いやー、みんなね本当に最高の仲間ですね。いやでも結構影響受けましたね。みんながメキメキと成長しているのをと一緒に、わ、負けてらんねえなーって気合がいっぱい入りましたね。今回の25日は特に楽しかった。もうレッスンの時からね楽しかったんですよね。かまちゃん夏祭りタワー、で2部は 2.5 期4人で、いやもうさ、何がね、私2部のあれ言ってもいい、自分のおすすめポイント、もうアーカイブで見返してほしいって、私の一番好きなポイントね、2部の。あのね、ダンスインターするじゃん、
あのね、歌詞もいいんですよ。君と僕の歌、あのノエミーさんの曲なんですけど、歌詞がねすごい。約束さ、大きいステージに連れて行く、プロミスとか、僕はここで歌う、ずっとラストビの出来上がった青春を見てきっと泣くだろうとか、もうね、なんかジンジワーっと、ジンジワジュンジュワーそうだけちょっと、もうジーンとじわーっと、なんか来ちゃう歌詞で、大きいステージに連れていくっていうあの歌詞を現実にしたいなって思いました。そういう思いを込めながら 2.5kg でやってたよ、あの時は。え、リオさんありがとう。ありがとう。すごい、花火だ、筒、花火の筒、タワー、ありがとう、ディオさん、ありがとうね、今日も来てくれてありがとう。ちょっと待ってね、俺ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。いやー、本当に、あとその後、必然性、まあ、必然性も歌詞がいいんですよ、これ。もうぜひ皆さん、あの、後で瀬戸り送るね、メールとかで。あのね、今回ね、歌ったね、君と僕の歌とか必然性とかね、歌詞見てほしいです。歌詞がもういい歌詞なんです。必然性はね、あの、お台場のフェスの時に初めて披露したんですけど。あ、もりもりさん、え、祭りタワーありがとう、嬉しい。2番、え、ありがとうね、ありがとう、今日本当に、ありがとう、頑張ったよ、かっこいい、素晴らしいライブだった、え、嬉しい、ありがとう、本当にありがとう。え、カイタさん、ちょっと待って、タワー祭り、ちょっとありがとう、嬉しい、ありがとうね、本当1部も2部もびっくりした、2部怪盗キットになってたから暑かったでしょ、あの服、絶対ありがとうね、クマちゃん、クマちゃんタワー、クマちゃんの花火タワー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、一個ずつ書いていきます。そう、本当にありがとうね。あのね、必然性のね、歌詞がいいんで、え、ふっくんありがとう、ふっくんありがとういっぱい声聞こえたよ、本当にもう輝いてたよ、声がいっぱい届いた、私の耳に、体に、頭に、ありがとうね、ありがとう、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ありがとうね、いや本当に、え、なんだっけ、で、な、何の話だっけ、あ、必然性だ、あ、間違えた、ちょっと、まずひげメガネさん、ありがとう、くまちゃん夏祭りタワー、ありがとうございます、ありがとう、気をつけて行ってくるんだよ、海外、ありがとうね、
よかった、楽しんでもらえてありがとう。で、必然性ですよ、必然性。必然性がさ、私が一番好きなポイントで、でも必然性もね、一部と二部どっちも披露したんですけど、構成が一部と二部で必然性は違うんです。だからね、立ち位置も歌う場所も違うんですよ、一部と二部で。これもうね、ごっちゃごちゃポイントで。そう、ちなみに夢逃げも一部二部どっちも披露したんだけど、一部は3期ちゃんだけで披露して、二部は 2.5 期と3期で披露したから、あれも構成が一部と二部で違うんです。だから、あと、ちなみにペダルも構成的には一緒だし、メンバーも一緒なんだけど、一部と二部でセンターが違ったりして、だから本当にまんま一部と二部で同じ曲だったのは、ニレと幽体離脱だけです。一部二部どっちもやった曲あるけど、何曲か構成がまるっと一緒だったのはニレと幽体離脱だけかな。まああと、まあペダルもだけどって感じですね。そう、だからほぼそれ以外は全部一部と二部でセトリが全然違くって、だからね、頑張りました本当に、ね、でもやりきれて達成感もすごいし、楽しかった。めっちゃ楽しい気持ちで溢れてます。あとね、大変だけどしんどいとか苦しいみたいな感情はなくね、楽しく本当にこの2ヶ月間みんなで頑張れたからよかったですね。次もどっかでやりたいね。ね。また 2.5 と3で。できたらいいなぁ。来てよかったと思います。え、よかった、そう言ってくれて。嬉しい。もう、そこを目指してたので、私たちは。来てよかったって思えるステージにしようねって。たくさんの人に来てもらえるステージにしようねって言って頑張ってたから。一番嬉しい言葉ですね、それがね。あと、あ、必然性だ、必然性。必然性の構成が変わって、2部は 2.5 期がちょっとメインっぽくフューチャーされてるんですけど、あのね、みんなで一列になって歌った後に、私こうギュッて固まって、ラスサビ、落ちサビかな、全てのことに理由がある、もう無駄にはできない、もう可能性を試したいって言って、一部は試したいで、みんな後ろにドラーンって下がって、自分がここにいるのはのサビで、こうやって前にみんなで歩いて出ていくっていう振りなんですけど、二部は 2.5 期だけが4人前に残ってて、試したいで、サンキちゃんだけがグーって後ろに下がって、自分がここにいるのはか、サンキちゃんだけがこうドーンって前に来るみたいな、 2.5 期は前で歌っててみたいな、あそこの構成をね、1部と2部で変えてっていう、あそこで私も好きなの。これはやりながらなんかこう来るものがありましたね、やってて。すごい、なんだろう、加入して初めてできた 2.5 期の撮って初めてできた後輩ちゃんが3期ちゃんで、その3期ちゃんと一緒になんかいっぱい頑張ってきて、なんかみんなで同じ気持ちで頑張れてるんだな今っていうのをなんかすごい実感して、練習の時からなんかもうね、いっぱいありますよ、言いたいこといっぱい、もうどんどん出てくるけど、本当にね、練習の時から私は感動してました。今回の公演、練習の時から感動してたし、練習の時からなんかもうワクワクしてた、ずっと。今帰って梅西でもいる声見てせっか、ありがとうね、本当にありがとう。
してでも来てくれて。あずみん最後の MC ちょっとできそうだったでしょ。よくわかったね。大正解。ペダル前の MC ね、自分で喋ってて泣きそうになった、あれ本当に。うん。あれは涙が落ちる10秒前って感じでした。なんかね、いろいろと込み上げてきちゃったなっていうか、込み上げてくる瞬間が多かったです。2部の方が多かったかな、やっぱり。歌いながら少女たちをとかもなんかグーって込み上げてくるものめっちゃあったりして、込み上げてくる瞬間がやっぱり2部の方が多かったかな。それだけね、気合も入ってたんだと思う。MC 上手した。え、嬉しい、ありがとう。 MC もみんなで頑張ったの、結構今回。何回か泣きかけた。え？泣いてたのみんな。泣いちゃった？本当？嬉しい。嬉しいよ。え、そう、ユニットブロックの話もしよう。安住よるかず。え、嬉しい、ありがとうね。本当出会ってくれてありがとう。こちらこそ。よかった。夏休みだから全部行っちゃうから。え、そうだったんだね。え、ありがとう本当に。無理してでも来てくれて。でも。もう後悔させないライブにする気持ち満々だったから、ありがとう。え、愛の重さもそう、センターで今回させていただきました。愛の重さもうめっちゃね、頑張りました。あの曲は本当に、愛の重さどうだった、どうだった、感想聞きたい。そう聞きたいです。感無量。え、マジ、え、嬉しい、めっちゃ良かった。え、嬉しい。いや、この曲もね、めっちゃ好きな曲だしね、女子にとっても初選抜の曲でもあるからね。なんかもう気持ちこもってましたね。目バキバキで明らか。目バキ？目バキしてた。嬉しい。もうちょっと気持ちがもう溢れました。結構愛の重さ楽しかった。え、嬉しい。てかもう皆さんの熱量もすごかったよ。一部も二部も。それがね、嬉しかったの。コールもだし、熱量もだし、歓声もなんかもう全部ね、それに影響を受けて私たちも、ぐわーんって多分結構テンションがぶち上がっていったなって感覚です。嬉しい。表情とかに、え、ほんまに？嬉しい。頑張ってよかった。嬉しい。サンキちゃんも、え、頑張って、愛の重さね。意外とね、意外とっていうかね、結構むずいの、これ。ビギナーの次ぐらいに苦戦して、愛の重さが。練習してて。うん。難しいね、あの曲は。振りも難しい。振りが難しいね、愛の重さ。愛の重さ、サンキちゃん初。あ、でもフェスとかでやったことあるメンバーいるのかな？難しいですね、あれは。っていう感じで。
頑張りました、嬉しいよって よし、じゃん、おにちゃん、花火くまちゃんたま、ありがとう、ありがとね、ありがとう、ありがとね。遠方からで、お兄ちゃん寝ました。寝てないでしょ。起きてるでしょ。ありがとう、本当に。ゆっくり休んでな。ありがとね。ありがとう。見応え満点のライブで。ありがとう、本当に。もう、頑張ります、これからも。いや、これが練習になるもんよね。いやもうなんか話したいことでいっぱいだわ。あ、一旦ユニットは私はハッシュタグ好きなんだと、ハッシュタグ好きなんだと、ハッシュタグ好きなんだと、やばい、記憶が、頭から記憶が、あ、好きだ虫、好きだ虫とハッシュタグ好きなんだと、言い訳メイビーの3曲を披露しました。ありがとう花火たま、ありがとうケイさん、ちょっと待ってて、俺ありがとうね、ありがとう、ちょっと待って、ディオさん、そう、この声毎週やって、この声毎週やったらもう多分ね倒れちゃう。これは結構もう満身創痍でした、メンバーも、でももうみんな限界ギリギリでやってたな、そう、限界ギリギリのステージだった、もうこれは歌って踊って、今夜ぐっすり眠れそう、本当に70、え、でもこれまでやってきた、これまでやってきた公演とかステージの中で一番タフ、瀬戸りが、瀬戸りがもうなんかもう一番タフだし一番すごい瀬戸りでした、体力的にも、次に次に次に、なんかこれを ST48 の未来につなげていけるように、こっから頑張ります、もっとレベルアップ、レベルアップするところでいっぱいなので、 2.5 と3期 ST48 全体でレベルアップしていきたいですね、みんなで頑張りな、ありがとう、いやでもまたしたいね、またしたいな、またやりたいね、ありがとう、嬉しい、ありがとう、東京でもやって、やりたいね。やりたいね。やりたいね、それは。
れはやりたい。頑張る。東京でやるってなったら来てくれますか来てくれますか。今日行ったよって人も来てくれますか。もう一回見たいって思ってくれる。またクリスマス、え、やりたい。関西とかも行きたいし、瀬戸内も回りたいし。本当ごめん、嬉しい。来てくれる、嬉しい。え、嬉しい。生で見て、え、嬉しい。その声が嬉しいやっぱね、生で見たいって、生で見たい、もう絶対何が何でも足をこう運びたいって思ってもらえるライブを作るのが目標、目標っていうか作っていくのがアイドルなのでねそこをみんなでそういうライブ作ろうねっていう意気込みで今後も頑張っていくので、だからね、楽しみにしてほしいし、もしまたなんかやるってなった時はぜひともね来てほしいです。ほんまに生で見たい声の、え、嬉しい。いやでも熱量すごかったよ。楽しかったですね。あ、狙い通り。もう喉が、そうだよね、みんなも喉絶対やばいよね。もうみんなももう飴いっぱい舐めてね絶対喉枯れちゃうよと思ったもん。うん、絶対思った。そう、みんなも飴舐めてね。私も飴舐める。もう外今ももう全然大丈夫なんですけど、じゃ一応のケアのために飴舐めときます。みんなも飴舐めて、水飲んで、水分を喉に入れてね。本当に滑り毛も磨いてねって磨けますね。あれさ、やるやったやつなんかやるあの MC さ、本当ね、あんな私一発芸なんてやる予定じゃなかったんですよ、あれステージの上ででもなんかこうなみなみならぬ事情があり、そう、うっ、やるしかないそう、自らノリノリ出てくる。いや、ね、違うよ。なんかさ、あのツッコミ道場の下りまでは決まってたんですよ。カナウのツッコミ道場の下りまでは決まってて、ツッコミ道場以降はもうノーリ派です。ノーリ派。でもそのレッスン中にっていうか、レッスンの合間中に、なんだっけな、レッスンの合間中にカナウがツッコミ道場やったりしてて、あのカナウがめっちゃいろんなことボケて遊んでたから、私とくるくるもその一緒になってボケとか考えたり一発芸やってたんですよ、そのレッスン中に。でそれで、あんなドスベリ久しぶりに見たって言わないでよカナウのね、一発道場だけで、一発ツッコミ道場で、本来は終わる予定だったんですけど、そう、着替えとかの問題もあるじゃないですか。結構ね、着替えてる人数も自分たちの MC 時間の時結構多かったので、ツッコミ道場だけじゃその着替えメンバーのみんなが着替え切れなくってってなった時に、くるくるが違うずくって言ってその一発芸やり始めたから、うわっと思ってくるくるやったと思って、でその流れに乗じてぐ、う、
血がうずくって。私の渾身の一発芸やったらマジで滑りました。マジで滑ってびっくりした。もうこんなに滑るかと思うぐらい滑りましたね。そう。そう、くるくるが上手すぎたんよ、一発芸が。あれはあれはちょっとなんか完成されすぎとった。くるくるのあの後だって逆だったらね、まだ救われたかもしれん。まだちょっとだけ笑いが起きたか。でもあえてだよ、あえてみんなのことを涼しくさせてあげようと思ったんだよ。暑いからね、暑いから、やっぱ暑いからみんなのことを涼しくさせてあげたいなと思って、くんかくんくんとかやっちゃいました。本当に。ねえ、あれ面白かったです。本当優しいでしょ。そう、みんなに清涼感あげたくってね。やっぱり結構あそこまで熱々パワーで来てたからね。一部暖かくなりっぱな。ないわそんなの。もう一発芸は今後一切披露することはありません。一発芸恐怖症になりそうだわ、あずみん。一発芸恐怖症になりそう。でもね、ダンスの先生にもね、 MC 今日面白かったよ、一部二部ともって言ってもらえて嬉しかったですね。 MC 面白かったよって。同時パズゲ。よいしょ。リオさん、ありがとう。花火くまちゃんタワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ありがとう、また待ってるね。頑張るね、これからも。ありがとうね、ありがとう。あとは話したいことあるかな。話した。あとは、いっぱいあるんだよな。あ、マイスカムカデーの前の MC が感動したのに、煽りが高低差がえ、さっきちゃんの語りでしょ。あれ良かったよね。あ、みょうみょう、ありがとう。花火浴衣くまちゃん、夏祭りくまちゃん、多分ありがとう。嬉しい、ありがとう。二部めっちゃさ前だった、嬉しかった、すぐ見つけたよ。ありがとうね、無理してでも来てくれてありがとう。ちょっとカイトさん、モリモリさん、ケイさん、ミャーミャーかな、
は、明日のお話会じゃない、配信で、お礼をさせていただきますので、ちょっと明日の配信よかったら来てください。楽しみ、待っててくださいな。ありがとう。本当にありがとう。今日は、配信もね、配信でも見てくれた方も、会場来てくれた方も、もうたくさんありがとうございます。タワーもたくさんありがとうございます。もう頑張った。頑張った。レッスン中の話？でもいっぱいあるよ。いっぱい出てくるよ。いっぱい出てくるけど、何かな、なんだろうな、もうラストスパート追い込みってなった時に、あのねラストスパート追い込みってなって2日間続けて投資みたいな日があったんですよ。んで初めの1日目の日にそのマネージャーさんがアイスをね、レッスンとレッスンの合間時間お昼休憩の時に、よしみんな頑張ってるからっつって、もう一人一個好きなアイス買っていいよって言ってくれて、おーってみんなあって、よしやった、ありがとうございます、頑張りますって言って、みんなでアイスをね買いに行ったんです。でなんかこれ一人一つって言っとったけど、二つ入れてもバレんかねみたいなみたいなちょっと悪巧みを考えてるメンバーもいたりしてシーランペってね、知らないよ怒られても知らないよとかって言ってて、でその次の日も同じ投資のレッスンがあって、同じマネージャーさんが来てくださってたんですけど、もうねみんなね面白い、可愛いし悪巧み心が働いてじゃあよしお昼休憩ですってなった時に、何人かが今日はアイスあるのかな今日はアイスあるのかな、アイスあるのかなってこそこそ話してるんですよ、その席だよね。でただそれを見たマネージャーさんが、よし今日もアイス一人一個ずつって言うね、みんなでやったー感じのレッスンをしてました。本当に最後、本番3日前とかのレッスン、まあでもね頑張ってたからね、みんなでそう無邪気なレッスンエピソードです。そうマネージャーさんがマジで優しい。そう、あ、じゃあ、ちょっと何時見ます、やばい。13位、カキさん。12位、ヌッシーさん。11位、コニャマルさん。10位、マーキュル。9位、ユズキチさん。8位、オニちゃん。7位、ミョウコウちゃん。6位、ケイさん。5位、ディオさん。4位、フックン。3位、カイトさん。2位、ヒゲメガネさん。1位、モリモリさん。ありがとう。あ、フックン、待って。フックン、カイトさん、モリモリさん、ケイさん、ミョウミョウのタワーを、明日、お礼するので、待っててください。ありがとう。ありがとうね、バイバイ。こんばんは。